イバン・アレ・ホペラルタは、スペイン・カスティーリア・イレオン州、バリアドリッド県バリアドリッド出身のサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・カディス・ CF 所属。ポジションは MF。8歳の時に、地元のレアル・バリアドリードのカンテラに入所。2011年にアトレティコ・マドリードに移籍し、2014年に B チームに昇格し、プロデビュー。以降 AD ・アルコルコンなどなどでプレー。 2017年6月14日、SDA バルと4年契約を締結。8月21日のマランが CF 戦で、ラリーが初出場。12月3日の RCD エスパニョール戦で、リーグ初ゴールを記録。初のトップリーグは負傷もあり21試合1ゴールに終わったものの、リーガ残留に貢献した。2018年7月28日。 ヘタフェ CF と5年契約を締結。しかし、監督、ホセ・ボルダラスのプレースタイルに馴染めず、柴崎ガクと共に放出候補に挙げられる。結局2019年1月31日に、マラガ CF へのローン移籍が成立。2018から19シーズン、マラガは、西軍ダ・ディビシオンで3位に入り、昇格プレイオフに進出したものの、 準決勝でデポルティーボラ・コルーニャに敗れた。2019年8月30日、カディス CF へのローン移籍が決定。カディスは2019の20シーズンにセグンダデニーに入り、2005から06シーズン以来のリーガ復帰が決定。2020年7月に完全移籍が決まり、2025年までの契約を締結した。ありがとうございます。